エバラケンタ、実は簡単オープンチューイング活用法第2回の動画へようこそ。エバラケンタです。前回の第1回の放送では、いろいろなオープンチューニングの響きを、体験というかね、聞いていただきましたけれども、その中から、今回はドロップ D チューニングを取り上げて詳しく一緒にその魅力についてですね、迫ってみたいと思います。まずはチューニングの方法なんですけれども、とっても簡単にできるオープンチューニングの一つなんですけれども、この6弦、ギターの一番太い弦、いつもはミの音、E の音なんですけれども、その音を D の音になるまで下げます。1音下げるだけです。こんな感じです。で、今僕はクリップチューナー使いながら、やりましたけれども、チューナーがないときは、4弦の開放弦の D の音と一緒の音になるまで下げるという感じでもできます。こんな風です。これで完成です。このドロップ D チューニングを使った名曲、実は世の中にたくさんあるんですけれども、ここではそんな曲たちをイメージしたフレーズ作ってみましたので、一緒に弾いてみましょう。まずはトミー・エマニュエルの名曲バラードをイメージしてみました。というフレーズなんですけれども、特に初めのフレーズ、もしこれがレギュラーチューニングだったら D のコードはという響きになるんですけれども、ドロップ D だともうスタートからこのドロップ D チューニングならではの響きを得ることができます。次にエリック・クラプトンの低音フレーズ、日本では柳ジョージさんがカバーしたことでも知られている一曲だと思うんですけれども、ドロップ D ならではの低音フレーズ弾いてみましょう。次はビートルズのホワイトアルバムの時代、ジョン・レノンが多く弾いておりましたスリーフィンガーをイメージしたフレーズです。今のように低音弦、そして高音の、和音が組み合わさると、コード感がつかめるようなつかめないような、ちょっと不思議な、世界観を作ることができる。それがこのドロップ D の魅力の一つでもあります。ここからはこのドロップ D チューニングをさらに深掘りちょっとだけしてみたいと思います。まずはピックを使ってのストロークなんですけれども、やはりこの派手に聞こえる D、 ここからスタートして、ここの最終的にはここのポジションまで、移動したいと思うんですけれども、このドロップ D チューニングならではの広いレンジ感を感じながらストロークしてみましょう。お使いのギターが肩上ついているときは、さらに上に
ていうふうに上がってもさらにレンジが広がった感じがして面白いと思います。次に弾きたいのはエリック・クラプトン風のフレーズで演奏した低音源フレーズのちょっとした応用なんですけれども、ここの一番低い D の音のオクターブ上の音が4弦の開放弦なので、同時に弾くとこれだけでオクターブ奏法になります。通常のチューニングではこんな風にフレットの間にこう指を広げて押さえるのが、オクターブ奏法なんですけれども、このチューニングではこんな風に指を、平行な形、もっと言うと指1本で3本弾くと6、5、4弦3本弾くだけで簡単なパワーコード風な響きが得られます。ちょっとこのテクニックを使って、こんなフレーズを作ってみました。次に低いポジションでのコード、ローコードでは味わえないような、コードの響き感をハイポジションを抑えながら、感じてみたいと思います。この弾き方をすると無国籍というか、一体どこの国の音楽なんだろうという雰囲気を、気軽に、味わえると思いますので聞いてみてください。実は簡単オープンチューニング活用法、今回はドロップ D チューニングを取り上げましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。たった一本の弦を低くするだけで、レギュラーチューニングでは味わえない雰囲気を感じられたんではないでしょうか。また次回はですね、さらに違ったオープンチューニングの魅力に迫っていきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。それでは最後に、僕なりにこのドロップ D チューニングの面白さをたくさん詰め込んだ曲書いてみましたので、演奏したいと思います。どうもありがとうございました。